小林誠司、4年4億契約の4年目を迎える。2020、10試合、0割5分6厘、0本、OPS 0.206、盗塁阻止率3割3分3厘、2021、64試合、0割9分3厘、1本、OPS 0.277、盗塁阻止率3割8分5厘、2022、60試合、1割4分8厘、0本、OPS 0.362、盗塁阻止率2割1分4厘。毎年正念場の男。毎年打撃を目標に掲げてるらしい。なんでや、オールスタープラス投票枠1位やぞ。でも小林には人気とグッズの売り上げがあるから、ほんまにグッズで年俸回収できてるんやろか。そんなに利益率良くないやろ。顔とグッズ売り上げの貢献度半端ない。誠司さん、ありがとうございます。1年目、打率2割5分5厘、2本塁打、14打点、OPS 0.678、 初めは普通に期待されてたよな。やっぱり阿部の後は辛いやろな。原が DH 導入したい理由、小林に我慢できないから説。でも大勢が新人王取れたのは小林のおかげだよね。小林と組んだ大勢、防御率 1.00。 大城と組んだ大勢、防御率 2.57。 このまま巨人で引退したら将来的に小林政権あり得る？村田新一路線かと。西武大久保、小林が打てないのは精神的に萎縮してるから。西武片岡より上、